トリバンドラム空港はインド系ララ州ティルバナンタプラムにある空港。ティルバナンタプラム中央駅から3 5トルの位置にある。1932年に開港した。トリバンドラムはティルバナンタプラムの旧称である。ティルバナンタプラムがトラバンコール王国統治下だった時代の1932年に開港したのが始まりである。 国際線の運用は1970年代後半から始まっている。2011年3月1日より新ターミナルの運用を開始した。2018年8月にケーララ州を襲った大洪水 EN2018 ゲララフラッツにより、同州にある高知国際空港が大きな被害を受け、数週間にわたり閉鎖を余儀なくされた。 いくつかの航空会社はその間の工事業の便を投稿へ行き先を振り替えた。第1ターミナル内部3つのターミナルがあり、第1及び第2ターミナルが国内線の運用だが、第2ターミナルではエアインディアとジェットエアウェイズの発着を取り扱っている。第3ターミナルは国際線の発着を受け負っている。第2ターミナルが最も新しい。 ターミナルから見たエプロン中期されているエアインディアボーイング777から 300ER 型キタキシング中のエアインディアエアバス A320 機の様子。ありがとうございます。